森下さん、決勝進出おめでとうございます。どうもありがとうございます。準決勝はちょっと新南さんと連結を外すレースになってしまったんですが、そのあたりはどうでしたか。そうですね、いろいろこう、まあ、展開もあるんですけど、まあ、やっぱり連結を外してしまって、はい、申し訳ない気持ちでいっぱいですね。その後の、まあ、自ら踏んでいったのはやっぱり後ろ成田さんいたというのは大きかったでしょうか。そうですね、やっぱり成田さんついてもらってるんで、新南君も下がってきてしまったので、まあ、そこはもうなんとかしようっていう気持ちだけでした。結果的に成田さんと2人でワンツーで、前のレースで新田さんが決勝上がって北が3人になります。はい、そうですね、G1 の決勝で、はい、しっかり3人ラインできると思うんで、はい、みんなで頑張りたいですね。そろそろ一つ G1 も、そうですね、今年の目標はグランプリ出場なんですけど、その中でもしっかり G1 優勝を目指して頑張ってるの、やっていこうと思ってるので、はい、狙って頑張りたいです。最後に改めて決勝への意気込みをお願いします。はい、北日本3人で精一杯頑張りたいと思います。応援してください。